ね、丸に10時の方なんかおっしゃってましたね。電話でね、電話確かお話してましたね。神武の話とか、神武の子孫の話とか、なんか品川さんの YouTube をご覧になっていただいてるということで。ああ、もうそしたらだいぶいろんなことをね、もうご存じで。ちょっと暑いですか？エアコン入れますか？いやいや、ちょっとあれ、今、地方人に行って。あ、地方に行かれてた。地方に見られました？あの、中の千手観音とか。あ、そう。昼と夜のお顔が全然違うって。ああ、あんなさっき来られた方も、地方に行くって行かれたから。あ、そうですか。もう、誰か見学されてる方いらっしゃらなかった？二人。二人いらっしゃったでしょ？あの方が僕来られたんですよ。あ、そうですか。で、今は土日じゃないから中見られるかどうかわからないんですけど、十分の千手観音と。だから五大名がありますからと言ってたんですよ。あ、ご一緒だったのね。あそこね、私が遅くって、観音寺に先に行って、そして帰ってきて。あの方はね、観音寺はどこやとおっしゃったからね。で、以前にね、新聞に、赤旗のね、特集号でね、5年ほど前に載せてられたあるんですよ。それを切り抜き持っておられて。で、関西行ったらぜひここへもう行かなかった。ということで今日突如見えられたんですよ。偶然九州のこの後すぐ来られるんですと言ってたんです。でまあいろんなことにまあ興味持たられて、で展示物がという話をねお話しされてたんで、まあここがまあ竹取物語のね京田辺説、山本はここにあったという発掘ね、それからこの辺りにこの竹取物語の原文で一番古いと言われてるですね、崩しで書かれたものも、これ天理大学の図書館にあるんですよね。ところが元は漢文で書かれてたということが分かってますので、平安時代初めにそれでまあ高田市空海がね書かれた三国志とか読んでいくとですね、まさにも竹取物語そのもののズバリのことが書かれてたんですよ。で物語の中もね、やっぱりいろんなことがね、密教に関係したことがね、竹取物語の中に、かぐや姫でしか知らないですね、書かれてます。だから皆さんそんなもんなんですよ。だから竹取物語の、まあ、私どもが作ったこういうね現代校というね本なんかを読んでいただくとね、竹取物語ではすごいものであるなというのが分かるんですよ。皆さん小さい頃のね神の物語とか竹取物語簡単な読んでおられたらね、その辺は分からない。原文をきっちりとね忠実に訳したやつをね読むと、これはもう相当な物語だなというと分かりたい。だから読まれた方はね、これ世界最古の物語になりますとおっしゃっていただいて、まさかその通りですね、世界最古の物語というと分かった。この辺がまあ地名で、ここが五人の貴公子がね美しいかぐや姫に求婚に訪れると、で難題を出すというところが1,2,3,4,5人がまあ登場するということですね。これがまあ一番分かりやすくて面白いという部分ですね。あとは九州なんかだったら、九州の大隅半島から隼人がねこの京田辺に移住してきて、で平城京のいろんな兵士とかね、大城祭などのこの隼人前とかね、こういうのが やられたんですよ。でこれらが正倉文書に載ってましたからね、京田辺にいた。でも確定的に、間違いない。で月読神社もあると、月に関係する竹取物語のね、それと、まあ、月に関係してかぐや姫が宿ってるのが観音山と、ね、観音山はピラミッド、日本のエジプトのピラミッドの元あったのが観音山のピラミッドであるということもまあ判明できましたし、まあ最後のラストシーン、あれはかぐや姫が帰っていくのは、そのイエスと関係したね、マリア様の復活の日、昇天の日であったりとかですね、最後のラストシーンのその不老不死をもらった帝がですね、影絵のいないこの中に長生きできてもしょうがないから、数学の節に余って燃やしてきなさいということで、まあ、物語が終わるのは空海の、その煩悩を消す
ごま、あのごまたくというね、うん、まあそういうものと深く関わってごまたきとごまたくですね、密教の重要な、今までの仏教じゃなかったねものがこの物語の中に入れ込んでおりますね。まあその辺が大体の概要なんですけどね、不思議だったのが、うん、竹取物語ってどうしてそういう竹取物語っていうのをつけたのかなって、やっぱり原文を読むと 竹を取るっていう、そう、竹取のおじいさんがいらっしゃって、うん、で竹で生計を立てた人なんですよね、うん、それがまあここを舞台にして書いてるわけですから、うん、まさに隼人の関係のそういう竹で栽培してた人、竹を作ってね、うん、だ竹というのは普通は水田で皆さんお米でね、あの食料として賄ってますわね。しかしそういう水田とか持ってない人たちは丘陵地に入って竹を植えたりして竹細工をして、あるいは竹でいろんな道具を作って生計を立ててた人たち、まあ、この辺が早いと、そこがここにいらっしゃった。で竹を切ってる時に光り輝く竹があったので近づいてみるとそこから赤ちゃんが出てきたというのが、まあ、不思議現象ですね、うん、で竹のね、あの今日来る時にちょっと竹のカゴを持ってきたんですけど、うん、竹のカゴ、竹カゴ、竹のね、稲垣県で、ああ向こうの方もそういう竹で有名なところあるじゃないですか、そこで作られたんですか、スミソンの博物館に展示されてる竹細工の、うん、知ってる人が宮崎の方なんですね、うんうん、そして90おいくつまで耳もいいし目もいいし、うん、お元気だったんですね、でなんか竹にやっぱりなんか力があるんじゃないかなって、うん、それは竹はもう自然、ね、自然のもので、でケイ素っていうのが、はい、なんかあの生命に関係があるみたいですね、うん、竹の子のね内側がねええらしいですよ、聞くところによると、はい、竹はあのいろんな栄養分がたくさん入ってる、竹の子を食べるとね、うん、そうなんです、だからそういうことも関係して竹取物なんかかぐや姫の方が分かりやすいのにな、うん、まあかぐや姫の物語というのはかぐや姫が生まれてくるだけの話なんですよね、竹取物語というのはそれをさらに拡大して、かぐや姫物語がおじいさんおばあさんに昔から伝えてきた物語に竹を入れ込んで、で竹から生まれたというところから出てきて、竹は不老不死の薬でも今おっしゃったように竹はいいんですよ、竹の子はあれねいいわけですよ、だからそれを取り込んで不老不死の薬をかぐや姫を迎えに来た時に次の人が持ってくるわけですよ、だから関わってるわけ、それ知ってる人がこの物語を組み立てたわけ、ね、でしょうね、やっぱりそうなんです、だから昔は今でこそね竹はほとんど使わなくなったけど、昔はこういうふうなねものとか、あるいはあのザルとかね料理に使うものとか、あるいは陶器とかね農機具で使う実とかね、いろんな竹で馬を作ったりね、もう竹がなかったらもう生活できないくらい竹を利用してたわけですよ。ただ今はね竹どの子の言われたって、今の若い人たちなんか竹なんか何使うのっていうのもね、昔は物差しも竹で、そうですよね、もんどりも竹だし、もうほとんど竹で全部利用してたんですよ、だから振り向かなくなったね竹をね、で自然のものだからいつまででもプラスチックやったら使わなくなったら腐らへんから、いつまででもゴミとして残るでしょ、ところが竹はもう土の中に埋め込んでいくとどんどんもう土に変わりますからね、だからゴミとならないんですよ、そういう面でもいろんな面でいいんですね、だから、まあ、時代が変わると考え方も変わってくるということにもまあつながってきますね、だから我々研究して、まあ、そういうようなことは、まあ、事前に分かってるんですけど、ただ作者はそれだけをこの物語で作ったんではなしに、この物語の中に入れ込んだ意図があるわけですよ、それは古代の歴史をね分かるように書いてるわけですね、その物語の中にね、宮中の関係とか
それから生活の関係とか、そこにいろんな登場人物。読まないといけませんね。読まないといけません。だからこの本をね、もうこの本を買い求めていただいたらね、もうそれ興味持った人はもうこれ一気に読めますよ。これ1週間ほどでもう全部読めますわ。読めるように作ったんですよ。ところが大手出版社のやつは国文のそういう古代のいろんなものを研究するための 本やから、一般の人読んでも分かんない。ただそれが分かんからということで、ここの博物館でこれ1年かかってですね、この現代校というのを書いたわけです。分かりやすいよね。でこれやると竹取物語の醍醐味が分かると思うんだよね。だから目から鱗出てきますよね、これやると。ああ竹取物語ここまで書いてるんだ。世界最古の物語であるしね。でその後にできた源氏物語も、うん、作者も竹取物語を親として源氏物語を書きましたとおっしゃっておられる、うん、あの源氏物語は有名やと知ってはるけど、竹取物語は有名やと知らない、うん、ね、源氏物語はこの竹取物語ができなかったら源氏物語もできてなかったという、うん、まあなるわけですね。だから偉大なもんな、世界最古の物語やからね。それは皆さんも。でさらにね、こういうね、あのムー大陸とかね、はるか昔の人たちが日本が統治していた時代のことまで竹取物語の中を読んでいくと見えてくるんですね。ああそうですか。だから古事記、日本書紀が嘘の歴史を書かれているというのをですね、この竹取物語の中でちゃんと示しとるんですよね、詳しく読むと、いろんなことがそれで分かってきた、日本のルーツもね。まあ、そこまで読み解く人はなかなかあのいらっしゃらないのでね、まあ、ここの博物館で、まあ、それを解明ずっとしてきたわけですね。二十数年か30年近くかけてね、いろんなね郷土史の人たちとかね協力してね。でもある神武の話なんかも興味があるとなってくると、奈良の飛鳥とか宇宙の話してるでしょ。うん、なんかね、古代史からそういうのにやっぱり入っていくんですよね。入っていくでしょ。すごい、ね、そうでしょ。もう入らざるを得ないっていう感じですよね。ああそうです、そうです、はい、最初は驚きますけど、うん、そうかなっていう。だいぶもうはまり込んだ感じですな。そうですね。だからかなり勉強してないと自分の話してはることなんかわからへんからね、あんなもんね。ああパッと聞いただけでも。あの方はね、すごいですよね。ああもう年代もすパッパッと言うんです、うん、だから古代の話プラス万葉集の話とか歴史理学的な話とか、うん、そういうの分からなかったら何言ってはるのか分からない。人心の乱どの頃を言ったって、うん、藤原京どの頃を言ったってね、一種の変とどの頃を言ったって、飛鳥時代のその辺のことを知らなかったら何のこと分からないよね、うんうん、それがまた飛鳥ではないと言ってはるわけやから、うん、相模湾の富士文書の序幅の話まで出てくるわけですから。最初は不思議でしたけど、まあないこともないかなって。ああ、うん、だからあの人の言うてはんの分かる人はかなりやっぱりね、日本の歴史に対しておかしいなと思ってる人が、うん、あの人の話聞いて、なるほどそういうことかと、うん、いうのが分かると。で品川さんの話も言ってはりますよね。もうあの方の聞いて、ああ、うん、ちょっとハマりましたね、こちらの。いや、あの人の話は日本とユダヤの話とか、うん、そういう話ですよ、うん、シュメールの話とか、うん、それもやってはったんですか。そこまで行ってはったわけ。そこまでもう入らざるを得なかったです。ああなるほど、日本のルーツがね、うん、やっぱりそういうところにあると、うん、いうと分かってくればね、うんうん、私もそれからあんたこの今度なんかこう欲しいとおっしゃっていただいてる本のね、1、2、3のシリーズ ね、日本は世界文明の端落ちであったと、もうこれを書かざるを得ない時代というか時期になってしまった。誰も書いてないことを書かないかんわけが、そこまで分かったわけですからね。で1、2とで3まで作って、で今年度は4を作りたいな。だから作者像にやっぱり迫らないから、小林福岡へ。小林福岡はご偉大な人やから。弘法大師が中国から帰ってきてから、はい、こちらに帰ってこれなかったですよね。その間九州を、うん、太宰府でね、そしてね、宗像大社があるそばに鎮国寺ってあるんですよ。鎮国寺、
収めるね、収める沈めるっていうか、ああ金へのああ沈める国を、で真という字が右側にね、真面目の真、うん、でそこを最初に作ったんだそうです。そこにいらっしゃったの？太宰府におったんでしょ？だいや帰ってきてから、え帰ってきてからその寺が作られた、うん、一番最初に作った寺って書いてて、でそこ行った時に不思議に、空海さんがずっと上の方でお参りしてるとこが岩倉があるんですけど、はい、そこに行くのに行ってたらカエルが道路にスーッているんですね。ああそれが不思議で、で調べたら三言式ですか、三言式ね、三言式乗ってんの？あれいやあれが、うん、カエルがうるさいから静かにしなさいって言ったっていう故事が出てきて、そんなありましたっけ？あったんですよ。それはへえ、どのあたり？頭の真ん中あたり？終わりの方？いや、書いてる方時にね、その三言式書いてる時にカエルがうるさかったんです。うるさかった池の、うん、で黙りなさいって言って静かにさせたっていう故事が出てきて、あそれすごい話やね、帰ってきてから三言式書いたっていうことになるじゃないですか。あ、いえいえ、違います。それは誰かがここで言われてて、うん、でそこから紐解いていったら、私らが体験したカエルがいっぱいいる、こんなことってないよねっていうくらいカエルが、昔はでもカエルたくさんおりましたね。でも一個ずつに止まっていたんですよ、はあ、うん、実際に行かれた時に、うんうん、あ九州はそれほどまだ自然が残ってますか？灯籠っていうか石のね、うん、でも空海が帰ってきてお寺を作られたところっていうのは各地にありますよ、うん、だから一番最初にはそこなのかどうかわからんけどね、うん、その地域では一番最初かもしれませんがね、九州ではね、うん、どうですかね、よくわからないですけど、うん、四国もあるしね、自分の生まれたところにも、うんうん、帰ってきてからはたくさん、京都が帰れない時期にね、うん、うん、向こうにその1年間ほどいる時にご将来目録を書きましたわね、中国に行って、うん、持って帰ってきたものの一覧をね、うんうん、その時にその寺を建てたんですか？いや、そんな、その時はそんな時期は、うん、そんな時間はないと思います、ね、そんなことは書いてなくて、うん、一番最初に建てたっていうことだけがお寺のあれに載ってます、うん、あそう、うん、分からないです。だからこの関西におかしいけど、平安京へ帰ってきてからまた向こうへ行って建てたと言ったら、そんな暇がないですわな、うん、あの人忙しいから帰ってきて次々と嵯峨天皇のもとでね、うん、高尾山寺でいろんな出来事が次々と起こったもんですから、うん、竹取物語でもその前の平城天皇が再び政権を取り戻そうとしてね、クスコの変があったりしてね、うん、空海はいろんな高尾山寺でいろんなことをやってましたからね、うんうん、だからまあね、空海のお話はあちこちでね、そう伝承が多いん、うん、だから分かりません本当のことは、うん、伝承多いんですけど、それをね一つずつこう洗い直してるんですけどね、だからその伝承が事実なのか、いやそれは本当に伝承で事実でなかったのかということをまあ調べていってるんですけどね、うん、九州のその話は知らないね、載ってないね、普通のあれ、うん、普通の伝記のあれに載ってないですね、うん、空海の足跡にはね、うん、あまり聞いたことないね、うん、空海のお弟子さんが、空海がここに作るとしても、うん、お弟子さんがその後を引き継いだ場合もありますからね、うん、多分そういうんじゃないでしょうかね、うん、多分そうでしょう、忙しいですけどね、うん、高野山でも最初は空海がやって、空海亡くなるまでに伽藍ができたのはなんか1割か2割ぐらいやったっていう話ですからね、その後お弟子さんがやっぱり大きくして、うんうん、ね、そこで空海がずっとおったわけじゃないから、次は東寺もらってるでしょ、うんうん、その次は東大寺って、次から次へともう1年ごとぐらいに変わっていろんなものを建ててますからね、基礎を作ったらね、大学も主治医大学も作ってますから、うんうん、それはもう忙しいですよ、そこにずっとおられないわ、まだそういう人やからね、常にもういろんなところを山岳中華したりね、やってはるからね、だから次から次へといろんな、まあね、今回の足跡が出てきてるからね、で四国も行ってね、万能池を
を作ったとかね、うん、あるじゃないですか、うん、生まれた場所ね、さぬきのね、あのお寺ね、あれ、うん、何寺だったかな、あれはさぬきのお寺のところで生まれたと言われてるけど、うん、本当は善通寺、善通寺で生まれたと言われてるけど、うん、本当はお母さんのところで当時生まれるわけやから、うん、あの海岸寺の屏風ヶ浦のね、海岸寺じゃないかなという見てきたんです、ビデオでまあ、うん、アップしたんで、ご覧になったんです、はい、ああいうとこでしょ、あの場所瀬戸内海のね、浦という名前がついてあるわけやから、浦は海岸の近くですよ、うん、そうですね、山の方じゃないね、だからやっぱり空海伝説も言われてるんだけど、きっちりしたことまでは書いてないから、まあ、その付近だろうと、その頃だろうということで言ってるんだけど、まあその辺の細かい食い違いはね、まああるかもしれない、そうですね、うん、まあ、お母さんのところっていうので言えば、あの神武天皇もね、なんか絵名塚ってあるんですよ、九州に山の方にね、あ、そので、絵名っていうのは、あの大体まあお母さんのとこで産んで、はい、で そこの近くにね産めるんだろうっていうことで、じゃあここで生まれたのかなっていうような話もあるんですけどね、神武は北海道で生まれましたからね、言われてますね、ね、まああれは正解でしょ多分、うん、まあ、それを批判できる人、解説できる人誰もいないから、引き方ね、でもついつまがあってますからね、うん、うん、そういう遺跡が向こうにもあるから、うん、だから神武は統制してきた、統制したと、日向七あたりから、そこから以降は神武のあれと重なりますね、うん、神武の統制とね、日本古事記、日本書紀に書いてあるね、そうですね、ただ大和へ入ったと言ってるんだけど、大和は入ってなかったと。神社研究されてた方は、あの神武は統制はしてなくて、うん、こう、なんて言ってたかな、ちょっと回る、うん、で、統制したのは崇神天皇ですかね、うん、あのその後の、え、その後10代の、うん、その人が知ってっていうふうなことを言われてて、まあ、それはもういい加減な話ね、そんなどこにも書いてないよね書いてないんですけどね、だから、あの神武の人が言われてるから統制したと言ってはるから、で古事記日本書紀にも統制したというあたりからね、で、まあ、そこからは重なってるんです、しかし大和へ入ったというのは、あの神武の子孫の方はおっしゃってないしね、だからなぜか言ったら飛鳥も神武があそこへ来ていれば、飛鳥があの橿原神武のあのあたりにあってもおかしくないけど、しかし万葉集を調べていくと全然合わないと、うん、ね、国見をしたカモメが飛んでる、うん、ね、そういうこと書いてあるから、あのあとにカモメいるわけないしね、うん、国見をするような高さでもないしね、うん、それからいけばもうまさに富士山のね、神奈川の相模湾のところにね、うん、あれが当たってるやないか、先日も調べたら、いや、あの大和ではないことは いろんな方たちがおっしゃっておられるんだけど、いや九州ですと、九州にそういう場所があるんやと言ってる人も言うわね、だからこれらも見てたら、いや四国ですと、四国は隠蔽師がおるからね、で隠蔽師がいるからと、あ、隠蔽師がいるから、まあ古い時代のことが書かれてるから、で石上こう2時間3時間かかってね、 YouTube で話してはるんですよ、その言ってはる先生が、でもね全然もうあの何も調べずに地名がね、なんかあるから、うん、神社がよく似た神社があるから、うん、なんでここやと、でとにかくもう四国のあのあそこの徳島のあの辺りを調べてみればここやという話をしてはるだけであって、その中身に万葉集とかいろいろ出てるそれらを地形的に当てはめて、こうなってるからこうやというところまでは調べてはらへんわけですよ、想像なんですよね、いつせ神社があるから、いつせのなんとかって言うでしょ、だからここや、ここの神社がせや、で ここがあって、これが古墳があそこにあってと、こうもう妄想してはるわけですよ、だからそれがちょっとしんどいからね、やっぱり古墳があってね、地形がよく似てて万葉集あれはそういうところにもバッチリもう当てはまると、そこからね、いうようなことをやっぱりそこまで調べていかないと、それやろうもと20年30年かかりますわ、やっぱ現地に行くと
そうだったら違いますよね。違うね。違いますよね。ああでそこから考古学的にもね、そんなものが出てんのか、うん、ね、そこから地形の変化とかね、地名でも地名が変化してますわね、うん、だからそれらもやっぱりこう継続して調べていかないと、うん、だからそんなんやってたら1年2年ではできない、うん、そうですね、20年30年かかりますわ。それでもいい加減なもんですわね、うん、だから我々この竹取物語の学校のね、ここに山本というのがあって、うん、それやるのも山本を認めていただくまで20年かかりましたからね。結局こういうお偉いね、名誉教授の先生方とかね、文系学の先生方の門脇天先生がね、ここ山本やと、この歴史はここに書いてある、水仁天皇のかぐや姫がここにおったんや、そのお父さんが大つつきの他人の御子やと、こうね、つつきというのは続き軍だと、まさにここで間違いない。ただそれだけは我々言ってたんですけど、やっぱ偉い先生違うね、山城に右側にあると、山城の大続きとこう大続きがあるから、山城といってもこの山の大と書いて山城なんですよね、うん、昔は通常は城はお城の城と書きますわな、で同じ意味や、古事記の頃はあの山大と書いて山城と呼んだの、うん、山城の地名はまさにここや、日本全国の話した。だから間違い、その周辺にも山城の江夏姫もおるしね、ということで、まあ、決定したということですから、文献学では、うん、ただし考古学ではどうなんだというのはいかがなんですかな。考古学の森越先生がこの京田中に同志社大学があって、うん、で、あのこの村が山本なんですよ。なんで山本かというと、この地図にあるように平城京から最初の馬屋の山本、太宰府へ行くね、山陽道の途中の山本駅があった、でまさにこの今日来ていただいた宮山家の地下からこういう和道開人とか払い節とか掘ったて柱式の建物とか井戸とか延綿硯とかそんなのが見つかったわけです、うん、だからまさにそのこんなん見つかるのは一般の村の人たちではこんなん出てくるはずないわけです。当時の奈良のね、和道4年の時代にこんな延綿硯なんか使って文字を書くなんて人は普通ではいなしゃらないし、和道開人なんていうのはこれ肝心でなかったら使えないわけですから、そんなんが最近の発掘で見つかったわけですから、まさに奈良時代のその和道開人が見つかってるわけですから、この時代のね山本駅だと、うん、いうことがね、こういうようなことで説明しないと、ただ単にねなんか乗ってるのがあれやと言ってもね、誰もしない。ここまで言ってても信用しないんですよ。誰も。あいつ頭狂ったんやないかなと言われるだけであってね。うん、それだけでもやっぱ20年かかるわけですから、それが。うん、まあ、歴史というのはそれほど。全国から、そうだって言って、来られてる人多いんじゃないですか。怒られてるけどね、そんだけ認めてウィキペディアには書きませんからね。ウキペディアは東京大学の説ですから。あ、そうなんですか。東京大学の説やから。でも消されたりするそうですね。もう消されますよ、うん、だからそんな書かないんですよ、東京大学の学会がね、言わないダメ、東京の学会が言わない、全部嘘です、東京大学の学会なの、ほとんど嘘です。結局御用学者、御用学者が言わんとあかんわけですよ、うん、金をもらってね、ないことでもあったように言うような学者連中が言わないことには学説にならないんですよ。私から言わされる、言わせればそう、うん、だからまあ九州から来ていただいたから、あんまり九州に批判したら悪いんですけどね。先も九州から来られた方がいらっしゃったんで、あれですもんね、まあ地元がしか知らないから、だから山大国やね、山大国行きましたよと、うん、いや八女市のあたりにいるんですよ、言わはるわけや、八女市ってご存知、うん、山大国の、うん、あ行きましたよ、八女市で神宮市とか、八女市もね、うん、天城の方もいろいろあるんですよ、ね、いろいろ各地にあるね。作家の先生方が言ったはる、うん、そこに神宮石があるから言って見に行きましたよ、宇佐の方も言ってたりしますし ね、 うん、昔魏志和人で見たら、うん、あの場所的にはそんなとこじゃないさな、もっと離れたところになりますわな、だから矛盾点ばっかりで、ね、言ってはるわけですよ、まあそれがまあ学説ですわ、うん、そうし、うん、それが日本の歴史ですわ。そしてまあ発掘でもなんか宇佐神宮の宇佐の近くの、うん、あの金見つかってるでしょ、古墳があったんですけどね、
なんか昔の本を読んでたら、夜にね調査したって書いてるんですよ。おかしいですよね。夜に調査した。ありえないですよね。で出てきたっちゅうんですか。いや出てきたのを夜に他のね、うん、東京大学かなんかどっか偉い先生が来て、それを夜にしたって書いてるから怪しいですねって。そう出てこなんか出てこないと説にならない。で出てきたって言うんでしょ。出て、いやあそこで出てきたら困るものがあったんじゃないですか。まあ出てきた頃があったから、うんうん、夜にしたいことにしたのに、うん、あまあそんなもんですわ。あの金もどうなんですか。金はあちらじゃないですか。島の鹿の島で見つかった。鹿の島でいろいろ説があって、あそこなんかもう一番親切が、うん、古道具屋さんっていうか、そういう集めてる人があそこに埋めたんだって説までありますよね。でもあそこでね、田んぼから出てきたっていうじゃないですか、うん、農民がね、中ちんと長かって、うん、でもね、あそこそんな田んぼ田んぼないでしょ、あんな島に、うん、私見に行きましたよ、うん、あんな田んぼなんかできるとこ何もないや、うん、なんとこ畑ならわからんことないけど、うん、畑にしてもあんな山のところに畑作らへんからな、この中丘のところ あってその下にね、うん、田んぼがあるとしたら、あの下の方だと思うけど、すぐ海ですもんね。海ですから。そう、昔でしょ、うん、私もそう思う、うん、やっぱり現地の人もそういうのに思ってる人はいらっしゃるんね。また違うところで出てきたものかもしれないし、うん、出てきたもんじゃなくて、うん、あんな金新しい時代になって誰か作ったんちゃいますかね、うん、いう可能性があるね。邪馬台国説をやるためのでち上げるための人が仕組んだかもしれませんしね、悪い見方をすればね。まあまあ、まあまあね、まあそれでも歴史になるんだったんでしょうからね。それでも歴史になるんですからね。うん、まあいろいろわからないことだらけですけど、うん、そうそう、わからないことだらけ、うん、まあでも古い歴史っていうか、あれは神社にまだ残されてんじゃないかなと思って、うん、いろいろ神社のもしてますけど、どうも明治にやっぱりかなり変えられてますもんね。明治に廃仏毀釈してね、うんうん、で今まで神社の御祭りになってた、うん、そういうのが古事記日本書紀に載ってない御祭神は全部出てくるとやばいから抹消したんです、うんうん、で分からなくしてしまったんです。それが明治 の、 あの改革ですよね。かなりのですね、ですなんか普通の歴史学んできた、全部改革したんですよ、変えたんです。無血なんとかって言ってるから、うん、よかったんだと思ったけど、ひどいことやったんですよ、ね、うん、だから日本の歴史がそれでさらにまたわからなくなったしね、うんうん、地名もね、地名も変えたでしょ、変えてますしね、うん、で市町村合併のような村々の名前をね、うん、もう古い時代の名前をなくして、うん、で3つか4つを1つの名前にしてしまったりね、分からなくさせていくのがその政策やったわけですよね、うん、だからここも私は目がよく見えないから3に山本だと思ったんですよ。ああ宮巻ね、宮巻です、宮巻なんですよ、うん、山のここね、京田辺市宮巻って書いてあるんです、うん、山の山の木、うん、だこれ宮巻というのは、これは大正時代だったかな、何回合併して合併したんですよ。3つの村が、山と木のある村が合併したということなんです。で宮巻という名前になった。とら美しい名前や言ってね、このお偉い先生方もね、これあのまあこれから言うと怒られるんですけど、この京田辺が竹取物語の歌やと言うたね、うん、これ吉田兼子先生って、うん、京都の重鎮の先生いらっしゃるんですよ。この先生はこの宮巻という地名のね本をね、京都の地名の本の中でこの宮巻というのはね美しい名前やっていうんで、宮巻というのはね書かはったんですよ。全然違う、うん、そんな語源と違う、うん、山本の山でしょ、うん、高木の木でしょ、高木、南山の山ね、この3つを3つを1つにしたんですね。で三山木になったんです、3つの山のね。でそれは語源なんです、それが。
だからね、歴史はね、いくら お偉い先生方でもね、その地域に来てどうなったかと、それを知らなかったら、そんなことになってしまうんです。うん、それではあかん。机上の空論ではあかん。うんうん、ほとんどの先生は机上の空論、うん。現地へ行って歩いてみたら、いっぺん分かるわけよ、そんなもん。諦めに分かることがね。それが歴史な。だからそんなんが本になって、教材になって、教科書になって学ぶでしょ。でそれで歴史調べていって、いろんなとこ行って見るでしょ。合わないわけですよ。合わないはずよ。現地見てはらへんから。嘘書かれてるから。まだ嘘書かんと面白くないわけ、歴史は。うん、そんなの多いですよ。だからわからない、わからない。謎謎。NHK も謎のなんとかやとかね。そんなばっかり言ってはらへんですわ。まあ、その辺が分かってくればね、古代の歴史で、ああこれもおかしいなというの、おかしいはずやという、うん、その裏が、ね、見えてくるんですよね、うん、そしたら歴史は面白くなりますね、うん、竹取物語では何が一番印象に残ってます？今日竹取物語読んでても、かぐや姫しか読んでないから。かぐや姫は、まあかぐや姫でもいいんですけどね。うん、まあかぐや姫は主体ですからね。そこしか、かぐや姫は、かぐや姫はどこから来たんだ、うん、宇宙から来たんですよね。月から来てるでしょ、宇宙から来てるの、月から来てるじゃないの、宇宙から来てる宇宙人なんや。こういう見方しないかん。とら、物語やったから、私もそんなことは、もう、夢にも思ってなかったわけだ、うんうん、物語やから、うん、そういう空想でかぐや姫が月から来たことにしてるの、うん、してるんだなと思ってたわけです、うんうん、私もそんな風に思ってて、日本の物語っていうか童話、童話じゃないですね、そういうふうにしたのかなと、うん、空想たくましく子供たちに面白い空想がいろんなことを思うようにしつかんか思ったら、そうではないということが分かってきたわけですよね。宇宙人が地球に来ていたということが分かってきたわけですよ。スノーデンの話見てはるでしょ。スノーデンの話知ってますけど、見てはないですけど、ね、いや、先ほどスノーデンで聞いたりしてはるから、うんうん、ねえ、宇宙からやってきてた人がおったんやなと、うん、それとか竹内文書をまた読んでると、うん、まさに日本から行ってたって宇宙へね、うん、世界へ行ってたということが分かるわけですから、もうとんでもない話です。ただ今日なんか1、2、3おっしゃったから、あのね、日本は、はい、あれ読んでいただくと、はい、その辺がもう YouTube では断片的にしかわからないんですけど、はい、この本1、2、3読んでいただくと、1は竹内文書のこと書いてるでしょ、はい、で2はムー大陸の里帰りね、あの渡来してきた民族、我々日本人はね、日本には何も文化も歴史も何もなかったんだと我々教えられましたわね、それはないんですよと、日本から行った世界の歴史の人たちが里帰りしてきたんですよというのは2のシリーズなんです。で太平洋にあったムー大陸は沈んで、それが世界に散らばって、で太平洋のところいろいろ行くと、日本の飛鳥時代なんかの石造物とか、そんなのが日本にたくさんある。それはまず日本人がそういうところ行ったり行き来していたことを表すね、ことですよというのが2のシリーズなんです。で3が、富士王朝か、富士王朝とね、あの何だか忘れしまった、宇宙文明、今言った宇宙文明とこの富士王朝なんですね。今言ってるこの宇宙文明ね、日本がこのこういう飛行艇の目の前に乗ってやね、で世界行っていたということがこの竹内文書に書いてたわけですよ。でしかもペルじゃないわ、メキシコ行ったらですな、こういうあの石棺があってね、あのパレンケの石棺があって、これ小麦になってるんですな。でこれ操縦してるしてはるんですよ、パレンケの王様が。で十字があって、日本の紋章が十字だと、だクリスチャンのプラスもね、あれは日本の紋章やったわけですよ。我々学んだ歴史は、日本の紋章は菊の紋しか思ってないでしょ。なんかでも後醍醐天皇から使い始めたって言ってますね、菊の紋も。うん、そうかな、うん、かもしれません。その前は、キリですね、ゴさんとか。キク、キリ、キリはもっと後違うかな。え、その前です。キリ、キリでしたか。だそうです。うん、そして、それは文章とか言ってなかった、違う、言ってました。いやー、よくわからないですけど。でも、あの、これは、あれですよ。この文章は、あれですよ。これはもう、
16ですけど24もあるし、うん、16の紋章はこれ破壊する紋章らしいですよ、うんうん、これ24というのはこれそれぞれ名前書いてあるでしょ、うん、この国に帝の子孫が行って世界の文化を作ったんですからね、うん、五色寺もある、うん、九州平立寺もありました、知ってます、だからこれ2人目がモーゼやというからね、うんうん、今もう写真飾ってないですもん、ね、飾ってないですかも、うん、有名になりすぎて取られてしまうから、エジプトのピラミッドもね、うん、これ酒井勝時が行ってね、うん、日本にピラミッドあるね、うん、あの人が言わはったやん、まさに日本にたくさんあるわピラミッドいっぱい、うん、ですね、この京田辺の、京田辺のカンナビアがピラミッドやるのも分かりましたしね、うん、で上に鏡石があってね、太陽が光ってそれが平安京の方に届いて、うん、スジャコ王子の位置を決めるのにね、うん、関係してたんじゃないかな、うん、分かってきた、うん、ああそうですか、隼人の人たちがこの神奈美山の麓で向こうにも展示してあるんですけど、うん、採取してたという場所も見つかったし、うんうん、いろんなことがもう次々とこれらを研究してて分かってきたんです、うんうん、もうこの本ね、この本ほんま我ながらようこんなもん作ったなと今から考えてみるとねもうそんな調べていくとどんどん次々と分かってきて、これ日本のルーツ無大陸でしょ、まさにこのモアイね、太平洋にあるこのモアイ像が帝の姿やと言われるわけだからね、ああそうですか、ああ日本人があんなとこまで行ってたんや、うん、こうお相撲さんみたいにこうやってるそうですよね、あそうでしたか、うん、なんか、うん、下がふんどしのようなもの、それは知らんかったな、のがありそうですけど、ああ、あるんでしょうな、うんうん、これは丸に十字でしょ、九州の島津のね、うん、島津のこの門ですもんね、十二、うんうん、周りはこれはなんかこのこれ無大陸の門なんですね、うん、周りにこういう島が回るということかもしれませんな、うん、これはナーカルのね、ナーカルのあの、まあ、命の木の、うん、命の木というのかな、うん、これあの、ね、コブラなんですよね、コブラの蛇なんですよ、うんうん、これらがその古い古事記と関係するね、東南アジアなんか行くと困難がいっぱいあるんです、うんうん、タイとかね、ビルマとかね、うん、それと行くとこういう仏像というのかな、なんかわけわからないやつがいっぱいあるんです、うん、うわっとこう ね、このコブラの蛇がおるんですよ、うん、インドなんかも行くと困難があるんですよ、うん、これは深くこのムータイルと関係してたということで、そうなんですか、そんな今まで私行っても繋がらなかった、うんうん、それらがもう次々とねこの中身が分かってきたという、この本はすごいんですよ、今実を言うとね、これもう飛ぶよ売れて なくなるんじゃないかと思って1話はまだなくなるんじゃないかなと思ってね、3は今年作ったらまだあるんですけど、うん、それたくさんもコピーしてないからね、シンポジウムのねためのレジュメの一つとして本をね作り出したら、こんだけきっちりした本できたんやったらもう出版して売ろうやないかということで、ちょっと多めにプリントしてね、あのやって、で毎年このねシンポジウムをかぐやめやるのにレジュメとしてもうこの本をもう皆さんに与えもうあの読んでいただこうということでね、シンポジウムでやるなんてのは時間がなんぼ1日あってもこの中のねちょっとの間ぐらいしか発表できないじゃないですか、それともう本に作っとけばこれ読んでいただくと、うん、全てが分かるし、他のメーカーでもメーカーでも他の出版社でも取り扱ってないから死にそうだったって言われてましたよ、ね、死にそうでしょ、これ本をね、もうやめるとか言われてたし、本を作るのはね、ほんま死ぬような死ぬ覚悟でやらないとね、体壊すぐらいやらないと本はできませんわ、大変と思いますよね、まあ、本を書くのは大変ですわ、もう構成とかね、なんかその字の間違いとかね、中身の違いとか、やっぱそういうのは調べるだけでも結構時間がある、それがゆっくりとできるんやったらいいけど、品質決まってるからそれまでやっちまうからでしょ、だから今もだから今困ってるんですよ、空海さんのことやってるから、空海伝説やから重すぎますよ、ね、重すぎるんですよ、何歩調べたってキリがないぐらい次々飛んでいろんな説が、でなんで空海はこんなことまでやったんかとかね、で空海の中の宗教は世界の宗教を取り入れてますからね、うん、ただ日本だけでよってもわからないですよ、これは、うん、インドとかね、うん、イスラエル、それからあの
その他太平洋のいろんなねあれとか中国ねもちろんそういうところへ行ってなかったら空海の述べてることが理解できないんですよね、密教というのはね、うん、レビ族のイスラエルのことも書かれてますからね、うん、それらが日本の中に息づいているわけですね、いたわけですね、うんうん、知らないでね、知らないわ、うん、だから多神教なん日本は、うんうん、だからその多神教だからその多神教どのようにその空海の密教とつなげて空海がやっぱり何を訴えていたのか、うん、何を密教の中で人間として必要、うん、ですよということをねやっぱ訴えてるわけですね、偉大なことをやってるわけですね、うん、それを書かないかんからね、これはもうちょっと大変なんですよ、生まれた場所一つにしても、で先ほどの最初に建てたお寺やというけども各地で最初に建てたお寺、うん、削除をバーンとついたらそのね、あの湯が出てきたとか、うん、温泉が湧いたとかね、水が湧いたとか言うでしょ、うん、各地にあるじゃないですか、いっぱい数字はあるじゃないですか、九州にもあります、九州もありますか、そんな、うん、だからそういう風なんでもう空海にあやかってね、もう名前つけたのか、いやそうやね、空海はやっぱりそこまで勉強したんや、史実学まで、うん、だから分かったわけですよ、うん、それはあるでしょうね、あると思う、出なかったらそんな分からへん、そして弟子たちがまた行ったことも空海さんのことになってる、ね、なってるかもしれんしね、となると空海が最初に行ってここが一番古いんやというところでそこに行ってた形跡もあって、うん、そこでやった時に日本で初めての温泉ができたというのが、うん、まあ和歌山の方にあるわけですよね、うん、三重県の方、あそこは間違いないだろう、いうようなものを調べてそれをポイントとして強調したからなんでしょ、うん、そういえばね、最澄さんのお話があるんですけど、あそこの火が消えたことがありま、消えたって言っちゃう、あのでずっと福岡でその時からのそれ守ってたお家があったんですね、火を、うん、そこから天台の人か、それあの普通の民家って言いますかね、だからずっとあのかまどに火をずっともう年中絶やさずに、そこからまた比叡山の最澄が消えた時に、あれは最澄さん、最近ですよね、それを誰かがせあの戦国大名か何かが行って消したんかな、何か それじゃないの、あ割と最近だ、最近なの、あそこからまた火を持っていってで続いてるということで、あそうなん、千年屋っていう家があって、うん、だから続いててね、千年も続いてるってやっぱりいいことですよね、いいことですかな、うん、で男の子がねずっと続いてってこと、そういうとこがあるんですけど、その、うん、だから九州にもあちらから帰ってきて、多少はなんかあると思うんですけどね、多少九州でねちょっと待ってたかもしれませんね、うん、その時にそういう状態でいたかもしれませんね、うんうん、なるほどね、まあ、だからねいろいろな空海を書こうとなると最澄とも比較しながらね、書いてで理主教を最澄があの求めたんだけど空海が それは書物を貸すだけでは理解できない分野かなということでね、うん、断ったというのがあるでしょ、うん、まあ、それも変わらないからでしょ、うん、で遣唐使で中国でも行ってるしね、うん、中国の長安にいた時にねいろんな出来事があったりね、そこでインドの慶賀和尚とか、うん、そこはシュメルからやってきた慶治和尚とか、うん、般若三蔵に梵字を習ったとかね、うん、いろんなこといっぱいあるじゃないですか、うん、ね、でこれらを見てたら、五色和尚か、口にくわえてで両手に筆を持って足にも両足に筆を持って何か書いたっちね、中国でね、どないして書いたか知らんけど、足でも書きながら手でも書きながら口でくわえてもうこうわーっとこうやったというねから、それでも文字になっとるんでしょ、飛んでないとダメですね、飛んでないとダメですじゃあそこまでやったら五筆和尚ちゅうわけ、その名前がそんなことやったから名前ついてるわけでしょ、嘘なんかね、いや空海ならそこまでやりかねんわね、やれるでしょ、でどっかのなんか高いところに見学を作った時にね点が一つ残って抜けてるやないかとね、
でそれは抜かしてたわけや、うん、空海が筆でバーッとこう掘ってやねんで天狗をそこに書いたっちゅうわけやんか、ね、そういう話はあるわけや、それは面白いですよそれはもう、うん、あだからそんなもう事実の話や、うん、そこまで空海やってるというね、それはもうねもう読んでてもねもう面白いね、嘘か本当か分からんけども本当なんでしょうね空海伝説は。ああそういえばあの空海さんが書いたってあの鳩とか、ああ、うん、絵文字ね、絵文字、あそれ見張ります、こっちのこっちのにね展示がある、飛白飛白体というのがあるんですよ、これ珍しくてね、ここにこれあるじゃないですか、これね、うん、これね、これ層のことです、木片に目でしょ、うん、木が何見えます、これ木がね、松でしょ、うんうん、でその右側に目の横棒がね、つばくろで、つばくろで、うん、で生という字のちょんちょんを見るとまさにこれつばくろのつばめ ね、 これ一筆書きで書いとるわ、ね、こんなのができるんでしょうね、こんなん書けへんでしょ、うん、でこれが一番の面白いとよく出てくるのがね、この字が何の字に見えるのかということでね、あれこれ人間ですね、人間ですよ、中国の法師なんですよ、うん、もう小さい頃からもう勉強に励んでやらないとこんな法師になれない、それを持ち出してきとんだよね、でこれは何の字、漢字なんかね、これもほんまにすごいですよ、これ、うん、これ龍という字なんですよ、ね、難しい方の龍ね、うん、でその上の字見るとね普通の字と違うでギャッ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 となってるでしょ、うん、こんな普通の筆ではそんな書き方できないじゃないですか、硬い筆じゃない、うん、多分竹の筆やないかな、竹筆ギャッギャッギャッ、あこんな字とはやっぱり来てよかったです これここでしか見えへんでしょ、見てるとわからないでしょ、わかんないからね、見たかったんです、ああでこのこれという字あるでしょ、真ん中のね、うん、で真ん中の横棒がね、うん、あれがあよく言われてる小安貝とか言う小安貝、貝に見えるでしょ、うんうん、見えますね、でただねこれ見えるだけとあかん、うん、これから何が竹取物語と関係してんねやと、うん、いうことを言わんとあかんわけですよね、だ竹取物語は何代に入ってるんですよ、小安貝、うんうん、でこれつば九郎でしょ、つば九郎の小安貝でしょ、これ竜の首にある五色に光る玉をというのと関係してきてるわけですよ、あれあそこ鳥ですか、んこれっていうどこそこのとこ、こう足があるじゃないですか、つば九郎じゃないわ、小安貝の下の方、これというやつの、うん、足そこ、こういうふうになってる、こうなってるやつ、あれ足、鳩かなんか鳥の足みたいに、鳥の足ね、うん、なんか、ああそうなの、胴体はどれ、胴体こうちょっと後ろ向いてるみたいな、こうやってる、うん、ああそんであの小安が目か、うん、鳥のと、あいやいやいや、あそこだけで、ああそうなの、ああそれは新発見やね、そこまでは見てなかった、ね、ちょっとくちばしがあって、くちばしがあって、あ向こう向いてるわけか、鳥がなんかこうやってる、向こう向いてんねんね、横棒がくちばしが右の方やね、こっちですか、こっちになって、でもなんかありますか、それ言う人はいなかった、そういやそれはなんか中にいや鳥鳩かなんか、え鳩かなんか、鳩は出てこないけど、うん、あのそのつば九郎が鳥が出てくるじゃないですか、ツバクロ鳥がね、うん、渡り鳥、うんうん、だ渡り鳥やからね、うん、神戸市空海もイスラエルのレビ族と言われてますから、うん、向こうからやってきた子孫なんですよね、ゆずきの君というのはね原始キリスト教の信者やから、だからその戻ってくる、ツバメは自分の生まれたところに戻ってきますでしょ、うん、だからツバクロを持ってきたんじゃないかなと、小安貝、ツバクロの小安貝、ツバメは、うん、だから古来からね、今の若い人はそんなこと言ったってツバメがどういう習性を持ってるのか知らないでしょうけどね、
だからもっと他にね、これね、この生という字の右側の生まれるとあるでしょ、うん、これね、その座禅をしてる姿やないかなと、お坊さんが美顔だけ、うん、でそれに見えるんやけどね、あまりそんな言う人はおらんねんけど、なんかそういうね、あれはもうあの五輪中になった時に、昔は座間でね、うん、あの亡くなった人を座らして葬ったじゃないですか、うん、そういう姿なのかなと思ったりね、うん、見てるんですけどね、あまり賛同者いないんです賛同者はいないへえって感じぐらいでね、ああこれ似てるんじゃないかな、これ座禅組んでる、うん、あれは戦士、戦意の反対だから、あの世に行く姿かもしれませんね、生という、生きるね、生きるというあれやから、うん、こういう見方すれば面白いな、うんうん、なんかすごいですね、うん、こんな絵まで描いてるとは、いやいや、これもすごいけど、うんうん、これも空海のあれですよ、これ字ですよ、これなんかこうかすれて、こんなもん字になるのかと思うけど、字に読めますわね、うん、左側なんかこれ中国の、 あの印鑑なんかにこういう文字を書くんですね、うんうん、こんなも書いとるわけですよ、これ空海の直筆ですから、うん、もちろんあのインドの梵字とかね、これもやってますからね、うん、ああだから三筆の一人なんですよ、うん、空海と嵯峨天皇と立花の早成だったから、すごい、こんなことまで書けるわけだから、向こうの人とこんなんなかなか書けへんのが、うん、空海がこういうのは全部やり遂げたというわけですから、空海さんおいくつまで生きていらっしゃったんですかね、これは62歳、うん、もうはもう私の年ではもういらっしゃらなかった、うん、62なんて言ったら、うん、あの公務員、あれはあの会社員の定年になった直後で、うん、もう亡くなってはる、うん、それまでにあの空海のあの形跡のあれ全部やっとったということですよ、うんうん、大した人でやったんですよね、うん、これみんな頭の中ってすごいな、ちょっと違うんですよ、うんうん、まあどこら辺は地元に関係したね、まあ、空海が地元の神宮寺をまあ建てたということがまあ書いてあるんですけどね、うん、でそこで一物寺を刻んだというのがこの五頭天皇なんですよ、この五頭天皇、まあそれちょっと近く見てください、ね、はい、五頭天皇でね、シュメールのしたんですか、スサノオノミコト、これ五頭天皇の頭に角があるでしょ、うんうん、で牛の頭の天皇、五頭天皇、それあの京太郎の土神社の祭神になってるんですよ、でかつて神宮寺に掘った空間が掘ったあれやないかなと、これね、うん、それが神仏分離で明治の頃に神宮寺が亡くなった時にお宮さんのご神体になったんじゃないかなと、うん、秘仏になってるんでね、普通見られないんですよ、うん、で今日上報寺行って見てこられたのがこの、うん、このこれでしょ、うん、これあこの下まで五大名下に踏みつけてるでしょ、うんうん、でそれがこの絵なんですよ、この絵、この上の、それをリアルに描いたら、これインドのこのあれヒンズー教のね女神とかそういう、これが本来の元なんです、このインドのやつを日本のこの五大名の中に持ってきたんですよ、豪山瀬名というのをね、うん、でもう一つは千本の手があるね、千手観音像で、聖徳太子の像もあるでしょここにね、でこれはあの寿法寺にあったんではなしに、私たちの村のお墓があるんですよ、井岡山古墳というのがね、うん、そこの墓寺にこの聖徳太子の幼少期のこの像があったんですよ、だから私はこういう像が、幼少期の像があるなんていうのはこの珍しいんですよね、うん、あ聖徳太子っていうのは分かってる、聖徳太子なんです、もちろん、うん、ということは聖徳太子ここに来とったと、うん、いうことになると思う、そこに神宮皇后のお墓もありますからね、神宮皇后ここにおったんですから、神宮皇后のお墓もあるわけですから、神宮皇后の奥津城、九州にいっぱいあれがあるんですよね、うん、神宮皇后の祭神がね、神社の祭神があるんですよ九州にね、関係してるの深く、あれを船つなぎ石だとか兜
脱いだところだとかなんだけど、ね、うん、そうそういっぱいあるんですよね。あの別府からね博多の行く山越えのところにね、うん、銅山のあった神社にもありますね。うん。